ブラックエンブレムは日本の競争馬である。主なカチクラは2008年の秋歌賞、フラワーカップ。馬名は母馬、バンドノワールのノワールからのブラック父の馬名の一部から取ったエンブレム。また、2006年にレース中に死亡した半姉、ロイヤールハントの死を痛み、黒紋章の意味である。2007年、札幌競馬場で、 デビュー戦を迎えることになり7月頃に札幌競馬場の旧車に入厩した。そして札幌競馬開幕週の8月12日の新馬戦でデビューしたがレースはサブジェクトに敗れ5番人気の発着だった。レース後は放牧に出され10月頃に見本トレーニングセンターへ入球した。11月4日に放牧明け初戦の未勝利戦を迎え4番人気でレースを制し デビュー2戦目で初勝利を挙げた。自走は第59回阪神ジュベナイルフィリーズへの出走登録を行ったが、当時一勝馬のため抽選対象となり、16頭中6頭が出走可能となる抽選に漏れ除外された。そのため同じ週に行われる自己条件のハボタン賞へ出走することになり、6番人気で3着に入った。レース後は、 山本トレーニングセンターへ放牧に出された。第13回収歌唱2月14日に美穂トレーニングセンターに帰級し、3月1日の金銭歌唱で実戦復帰を果たした。レースでは一番人気の指示に応えて4馬審査で解消し、オープン馬となった。続く重賞初挑戦となったフラワーカップでも一番人気に指示されコース,スタートを決めそのまま逃げ切り、 重傷初勝利を挙げた。この勝利は旧社及び馬主にとっても重症初勝利となった。次走は大歌賞に出走登録を行いレースが行われる前週の4月4日に立東トレーニングセンターへ入球して調整され本番に向かったが見せ場なく10着に敗れた。続く優秀品馬では4着だった。秋初戦のローズステークスでは道割が響き15着と大敗し、 続く10月19日の第13回収歌唱では単勝11番人気にとどまったが人気になったレジネット。ナオコのレースは2着のムードインディゴが単勝8番人気、3着が同16番人気のプロビナージュで3連単は1098万2020円という GI 史上最高配当となっている。4歳となった2009年はアラブ首長国連邦ドバイへ遠征することとなった。 1>, 1月21日に関西国際空港からドバイに向け出発、2月5日のケープベルディステイクス出走に向けて調整されていたが、1月28日に微出血を発症したことが分かった。このため、初戦に予定していたケープベルディステイクス出走を断念することになった。微量の微出血が見られたことで、規定により20日間、レースに出走できなくなった。その後、 2月20日のバランシーンステークスに目標を切り替えたが、本番のレース中に微出血を発症したいさの再開に終わった。帰国後は慢性化した微出血を投薬で抑制しながら、クイーンステークスでの復帰を目標に調整を進めていたが、8月12日のダートコースでの追い切り後に微出血を再発。これにより、現役続行を断念し8月14日付で、 競争馬登録が抹消され、生まれ故郷のノーザンファームにて繁殖品馬となる。2番子のブライトエンブレムが2014年の札幌2歳ステークスに優勝し、3区の重賞初制覇。6番子のウィクトリアが2019年のフローラステークスを優勝している。祖母のプリンセスデリーデがメス系を広げており、いとこに京都大商店、京都記念の勝ち馬成田センチュリーや、 エンプレスハイカチウマの西のナースコールらがいる。ありがとうございます。